はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレバン限定ウルトラマンティガウルトラレプリカスパークレンスです。はい、これはウルトラマンティガ放送開始20年を記念して3000個限定で発売したアイテムで、今回のウルトラレプリカのコンセプトとしては、ウルトラマンティガになることを夢見ていた放送当時の子供たちに送る大人のためのなりきりアイテム、番組で実際に使用されていた劇中アイテムを参考に1分の1サイズで商品化されてて、形状、色味、収録音声は再現しつつアレンジもされてると、とにかく作り手の思いが凝縮されたようなこだわりのアイテムってことですね。パッケージの表紙も相当かっこいいですが、それ以外は割とシンプルに仕上がっております。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、スパークレンス本体と神殿型の台座パーツ、台座は2つのパーツに分かれてて、ベースに差し込むことで完成して神殿のような形状になってますから、この辺もティガの世界観に合わせて作ってあります。裏側まで肉抜きがなくて非常にかっこいい。そしてここにくぼみがあって、ここにも引っ掛けがありますから、この部分に合わせてスパークレンスを置くことですごくバッチリディスプレイ台座として使えます。この状態で全体を見るとこうなってて、振ったりとかしてもスパークレンスはブレませんね。ここの形状に合わせてはまりますから、ウィングは開けてても閉めてもどちらでも好きな形でディスプレイできますし、横の角度はこうで、正面から見るとやっぱり今回のアイテム高級感ありますよね。台座までほんと完璧。そしてスパークレンス本体ぐるっと見回すとこうなってて、さらに各箇所を近づいてみても非常に丁寧な作りになっております。今回はゴールド部分のこことここがダイキャスト製ですから、ずしっとした重量感がありますし、ウイング部分の柄なんかもシールじゃなくて塗装で再現されております。裏側から見ても分割線とかネジ穴がほんと最低限で、電池蓋はスリットになってますから、ここに爪を引っ掛ければパカッと取れます。でここに電源があって押し込めばロック、ここのスリットがスピーカーで、背面のボタンとかも埋め込み式ですから、相当見栄えがいいスパークレンスにまとまってると思います。グリップ部分の大理石のようなムラ柄もいい。でボタンを押すとパーツが展開して中の発光部分が見えますし、光が綺麗に拡散するような変わった造形になってますね。上側下側で、もともと持ってた2008年版と比べると相当進化してますよね。近づいて比較するとこうで、グリップ周辺のイメージもすごく変わってます。ただウイングの開閉が若干ウルトラレプリカ版の方がマイルドで、こっちはガチャッと展開しますが、今回はふわっと展開する感じ、少し緩いんですよね。なんだろう、このロックの弱さ、個体差かな、ガチャカチャって感じ。ギミックとしては基本の変身音声以外にゼペリオン光線の必殺技音声も入ってて、さらにスカイタイプとパワータイプへのタイプチェンジ音も入ってて、各タイプの必殺技音声とバトル BGM までなります。電源を入れるとすぐバトル BGM が鳴りますから、それが待機音代わりですね。では電源オン。はい、効果音とともに発光してすぐにバトル BGM が流れます。ここが変身ボタンですから、良きところでボタンを押します。おおサウンドめちゃくちゃいい。そして発光も光り方すっごい綺麗で、時間が経つと、はい、すぐバトル BGM に戻りますから、本当はもうちょっと変身の余韻に浸りたいんですが、すぐ BGM が鳴っちゃいますね。もう一回
変身が完了した状態で長押しすると必殺技、ゼペリオン光線。おはー、この収録音声もいいですね。声と光線音、そして爆発音。もう一回長押しすると、BGM 発動中でも必殺技が優先されますね。そしてここを2回押すとタイプチェンジ。はい、スカイタイプに変わってタイプチェンジ音とティガの声。長押しすると必殺技。はい、ゼペリオン光線からはガラッと変わってランバルト光弾。BGM 状態になっても長押しすれば、必殺技音声が鳴ります。さらに2回押してタイプチェンジ。はい、今度はパワータイプ。長押しで必殺技、デラシウム交流。はい、ティガのうなり声も鳴って、必殺技サウンドもまた変わりました。2回押すごとにタイプが変わりますから、押しまくれば、はい、マルチタイプ。スカイタイプ。パワータイプと連続してのタイプチェンジを楽しむこともできます。タイプチェンジ中に必殺技音声を鳴らすこともいけますね。はい、すぐに BGM 状態に戻っちゃいますが、この BGM を聞くと個人的にはティガ本編というより、あのプレステ2のファイティングエボリューション、あれを思い出しますね。それとバトル BGM はある程度時間が経つとスリープモードに切り替わります。はい、スリープに入りました。それでも約1分間になりますから、結構長いですよね。では、今一度すべての音声を確認しましょう。まずはマルチタイプへの変身。長押しで必殺技、ゼペリオン光線。2回押してタイプチェンジ。スカイタイプへの変身音で、長押しで必殺技、ランバルト光弾。タイプチェンジ。パワータイプへのタイプチェンジ音と長押しで必殺技、デラシウム交流。
そしてバトル BGM、 これが全てのサウンドです。ではここ最近のいろんな変身アイテムを使ってティガの変身サウンドを聞き比べてみましょう。まずは2008年版のスパークレンス。ウルトラレプリカ。銀河スパーク。エクスデバイザー。ウルトラマン解析中。オーブリング。ウルトラマン、ティガ。一気に鳴らしてみると、微妙にサウンドに差がありましたけど、やっぱりウルトラレプリカ版が一番音に深みがありましたね。それでも最近の変身玩具は、過去の変身音声がたくさん収録されてますから、お得感ありますよね。はい、ということでプレ版限定ウルトラレプリカスパークレンスを紹介しました。さすが最新版にアレンジされてるだけあって、本体の質感とか収録音声には非常に満足しました。ただ聞くところによると、バトル BGM が当時のバージョンじゃなかったりとか、待機音声の鳴るタイミングとか、一部では賛否両論という話も聞きますけど、元々のコンセプトが子供の頃になりたかったティガになるための大人のアイテムですから、まあ、その、もう細かいこといいじゃんみたいな最新の技術でティガーになりきれるアイテムをもう作ってくれただけで、それでいいじゃんみたいな僕個人としてはそんな気分です。以上、プレ版限定ウルトラマンティガー、ウルトラレプリカスパークレンスの紹介でした。